こんにちは、野口幸太です。今回はピアノのレッスンの時に楽譜を表示する際に便利な タブレットアプリを紹介したいいいとと思まます Good Note と言います言実はこれ以前の動画でも紹介しているんですがその時にはこう大枠をね大体なんとなくこう,こういうのがあるよっていう感じだったので今回はより具体的に中身を紹介してみようと思うんですね。あの楽譜のアプリっていうのでは有名なのはピアスコアっていうのがありますよね。で僕も実際使っているんですけれどもあれは演奏者として演奏をする際にとても便利なんですが。 ことピアノレッスンっていう風になると書き込んだりとかあと生徒さんごとに楽譜の管理をしたりとかっていうことにおいてはやはりねこのグッドノートの方がもう数段優れていてもうこれ以上ね使い心地のいいアプリが僕は今のところ見当たらないんですねあただノートアプリとして、あのー、リリースされてるものだったら機能は同じようなものかもしれません僕は中でもグッドノートを使っているということなんですねではこのグッドノート グッドノートで僕が実際使っててこれは便利だなって思うものを機能を4つ紹介したいと思いますまずはね一つ目何と言っても書くということの機能性が抜群にいいんですよねまあ、それっていうのはただ単純に字をね書き込むっていうだけ まあもちろんなんですが、これね色なんかも簡単にあの変えられたりとかします。でしかもね書いてしまった色を後から変えるっていうこともできるんですね。あ今変わん別に似たような色にしてしまったら分かりづらかったね青にしてみましょうとかねこういうこともできたりとかするんです。でねあとね図形のようなことができたりとかするんです。こう例えばこの丸を書いたらパって <laughs> で。えー 四角だったら四角って今この枠線が出,た出てしまっているけど枠を消すこともできますあと中が今塗られてるじゃないですかこの塗りつぶしっていうのもなくすることができますでこれももちろん後から色を変えることもできますしあとね大きさを変えることもできるんですよシャーって。 <laughs> どうですか,、ね、なか,なか便利ですよね,でねあと書くということにおいて実は僕がね最もたくさん使っている機能がレーザーペンなんですね。ここうういうことです書いたように見せかけて、はい、消えると <laughs> いうことなんですけどもあの例えばねどういうふうに使うかってほらここ順番に上がってるでしょで下がってるでしょとか、ね、あとここ1つ分音飛んでるねとか。 ね、わざわざ書き残すほどのことではないんだけれども書いて示してあげると話が早いやつっていうのはレーザーペンをめちゃくちゃ使うんですね、はいえー、とまずこれが、ね、書くということの機能なんですけれども次カメラ機能ですねこのカメラ機能を使って実際にお見せするのが早いじゃんはいあのですねこれピッと。 このカメラ機能をこ連動させることができるんですねでこんなふうに今ねあの僕この動画を撮ってるスマホが写ってると思うんですけどこれをパシャって撮るんですよ。ね。撮ってそのままノートに写すことができる。でこれは実際何をやってるかというと生徒さんのこの上頭上からこの鍵盤に置いた手を写真で撮ってるわけです。でそこに右手左手っていう,うにあに書き込んでるんですね。で今さちょっとたまたまこれ「5」っていうのがさちょっと違うところにあるけど「 やっぱね、5の数字を囲んで、はい、5の指に、右手の5の指に移動させてごらんって、ちょっとゲームチックで面白いんだよね、こういうの。<laughs> で、こんなことができたりします。はい、3つ目、フォルダー分け機能です。これもね、もうなくてはならない、僕のレッスンにおいては。<laughs> えっと、実際にお見せしましょうか。はい、こんな感じで、うん、用途とか、あと、 ピアノの先生だったら生徒さんごとに使っている楽譜をこう、フォルダー分けしたりとか、あとは作曲者ごとだったりとか、このページで、この画面で言うと、僕、その教材の種類によってフォルダー分けしている部分ですよね。こんな風に整理することができるっていうのがすごくいいですよ。これアプリの中でできるということです。はい。さて、次。四つ目ですね。四つ目はね、 共有システム、まあ、共有システムという名前がふさわしいかどうか分かんないんですけども例えば、はい、こんな、えー、課題があって、まあ、今日このレッスンをしました8月15日今日収録日ですイエーイって。<laughs> ね、でこれを生徒さん本人だったりとかあるいは生徒さんの保護者さんだったりとかに共有するシェアしたいって時に押すと「 わかかりますかこのページを書き出すすべてを書き出す、まあ、このページを書き出すっていうのが今この表面あの表示させているページだけを書き出すすべてっていうのはこのファイルのすべてのページを書き出すんですがとりあえずこのページを書き出すでやりましょう、ね、そうすると PDF に書き出しますかイメージつまりこれ画像ファイルにしますかそれとも GoodNote のファイルとして書き出しますかって選べるんですね GoodNote っていうのは相手も GoodNote の, Good の,あのアプリを入れてないと 相手に共有できないので、これはあんまりやんないんですけども、pdf かイメージかっていうのはよくやるんですね。で、このまあとりあえず、この画像ファイルにしましょうか。イメージとして書き出す。 そうすると、このように、エアドロップにしますか、メッセージにしますか、メール、LINE、どうしますかみたいな感じで出てくるわけですよ。つまりま、LINE が多いんですけども、LINE のボタンをピッて押して、で、共有したい相手に、このピッて置く、この一発で送ってあげることができるんですよね。まあもちろんメールにしたりとか、エアドロップにしたりとかっていうこともできるわけです。ですので、このレッスン自体の書き込むだったりとか、画像を使ったりとかっていう いう便利さに加えて、ここでやったことを他者とそのダイレクトに共有できる機能っていうのも素晴らしいわけですよね。ということで、僕はこのグッドノートっていうのをね、激推ししてますね。<laughs> はい、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。